入り口には村人たちが集まっている。その向こうにはトラリスを連れたルゴールとプルケがいた。出て行けと、さっきまでの親切さが嘘のように村人がルゴールたちに叫んでいる。村人たちの鋭い視線はトラリスに注がれていた。どうやらその姿に怒っているらしい。たった今薬をくれた薬剤師ですら鬼のような形相を浮かべていた。君はトラリスを守ろうと間に割って入るが、村人たちの怒号は止まらない。するとどこからか澄んだ声が聞こえた。その一声で村人たちは嘘のように静まり返った。そして罰が悪そうに口をつぐむ村人たちの中から、まだ幼さが残る神秘的な少女が現れる。村の者が失礼しましたと、その少女は村人の君たちへの態度を詫びた。病人を休ませるならどうぞ光の社へと言って、少女は歩き出す。薬剤師は薬じゃなくて毒を渡せばよかったよとため息をついた。少年は手に持った造花の花冠を君たちの目からさっと隠した。女性はもったいないもったいない、君に食料を渡したことを後悔している。老人はトラリスに向けて、妙な耳と尻尾だ、汚らわしいと吐き捨てた。君たちは少女が住む社に着くと、すぐにトラリスに薬を飲ませてベッドで休ませた。ひとまず目的を果たして安堵した君に、先ほどの少女が君たちを待っていたよという。少女には何も話していない。なのになぜ知っているのだろうか。他にも知っているよと、少女は君たちのことを次々と言い当てる。君の村が魔物に襲われたこと、ルゴールがひどい扱いを受けていたこと、プルケの両親のこと。なんだあんたと気味悪がるルゴールに、少女は予言の力さと答えた。この予言の力のせいで少女は教祖に祭り上げられているのだという。初めて聞く単語に君は教祖と少女に尋ねた。君が教祖は先生かを聞くと、ルゴールはそうだな、先生のようなものかもしれないとうなずいた。教祖とは思想的な団体の創始者またはその指導者のことですとプルケが補足した。とにかく村にとって教祖は重要な人物のようだ。君は教祖を名乗る少女に村について尋ねることにした。
君はなぜ親切な村人たちが怒り出したのかを聞いた。教祖は静かに説明する。辺境のこの村は昔から魔物に襲われることが多く、魔物を憎む者が多かったのだという。その憎しみはやがて宗教の教義として村に根を下ろしていったのだ。だからトラリスの姿を見て。君はなぜ初めは村人たちが親切だったのかを聞いた。教祖は穏やかに説明。その説明によると、ここは光の宗教という教えを信じる村だという。光の宗教の理念は人に優しくすることらしい。だから村人たちは君たちに優しかったのだ。人に優しくする、魔物は排除する。この村には二つの絶対的な教義が存在していた。教祖はトラリスが眠る部屋を見つめ、お友達は魔物だよねと問いかける。魔物ではないと言い切った君。しかしトラリスの正体についてはうすうす気づいていたことも事実だ。教祖は、失礼、人間でもあるわけだからこの表現は適切ではなかったねと訂正する。彼女は半分人間で半分魔物だ。君はどう思っているのかなと続けて教祖は質問した。トラリスは確かに憎むべき魔物の血を引いているのかもしれない。だが共に旅をしていくうちに、口ごもる君を見て教祖は、村人が仲間に対して失礼なことをしたと改めて非礼を浴びる。続けて、彼らも家族を魔物に奪われ、憎しみに囚われているんだ、許してほしいと悲しそうに語った。教祖は、そうだ、君たちは新天地に行きたいんだよねと言った。予言の力でそこまでわかるとはとうなるプルケに、教祖は静かにうなずく。教祖は町の北東にある宗教遺跡にある石板に新天地への道が記されていると教えてくれた。ただ宗教遺跡には魔物たちが住み着いてしまっているのだけどねと付け、しかし君たちは新天地の情報が得られるならと危険を承知で遺跡に向かうことにした。トラリスはすやすやと寝ている。その寝顔に安心した君たちは、様子を見てくれている女性にお礼を言った。女性は迷惑そうな顔をしていたが、君たちが宗教遺跡に行くと告げるとすぐに態度を改めて頭を下げた。遺跡はもともとこの村の婚姻や葬儀、豊作祈願などの大切な儀式を行う神聖な場所だったらしい。そして石板はその儀式に使う道具だったようだ。君たちは元より石板を取りに行くつもりだったと女性のお願いを引き受ける。するとトラリスが目を覚まし、あたい一緒行くと言い出した。まだ少しふらついてはいるが、薬剤師からもらった薬がかなり効いたようだ。君はもう少し休むよう
トラリスを説得するが、遺跡に行くと言って聞かない。結局君たちは根負けして、仕方なくトラリスを連れて遺跡に向かうことにした。教祖は、君たちなら大丈夫、無事に石板を持って帰ると予言で出ているからね、と薄く微笑んでいる。望遠鏡で遠くを見ていたプルケが突然騒ぎ始めた。何が見えたのかと望遠鏡を借りてみると、魔物だ。さらによく見ると、その魔物はなんだかとても個性的な動きをしている。君の横でプルケが大騒ぎしているが、君はプルケに望遠鏡を返すと、足音を忍ばせながら魔物に近づいていく。しかし魔物は君の存在に気づき、猛スピードで逃げてしまった。安売り中なので何か買ってほしいと行商人は君に頼み込む。売れ残ると父親にお仕置きされるらしい。行商人はもう父親の元に戻るらしく、それではと露店を畳んでしまった。買い物はもう無理そうだ。やっつけましょう。
ことです。おお。
Thank you.
戦闘です。Thank you.
その調子で行きましょう。見上げるほどに大きな彫像が立っている。歴史的価値はいかほどのものなのだろう。君はトラリスに平気と声をかけた。見ての通り、もう元気だから心配ないと、トラリスはぴょんと跳ねる。そして君の気持ちを汲み取ったのか、トラリスは明るく続けた。自分には差別せずに受け入れてくれたサーカス団や、倒れたら心配して一生懸命看病してくれる優しい仲間がいるから大丈夫。
君たちは床に3つの矢印が書かれた奇妙な小部屋にたどり着いた。小部屋の奥には彫像と台座らしきものが見える。右手には扉がある。奥に続く扉はこれだけのようだ。君が矢印を踏むと床が少し沈んだ。すると彫像が動いた。どうも踏んだ矢印と同じ方向に彫像が動くようだ。床は沈んだまま、足で踏んでも何の反応も示さない。別の矢印を踏むしかなさそうだ。彫像が台座の上に乗った。その瞬間、扉が音を立てて開いた。ようやく先に進めると安堵した君たちは、扉の先に進むことにした。
Thank you.
魔物たちが道を塞いでいる。君たちは遺跡のさらに奥に進むため、一斉に魔物に襲いかかった。やっつけましょう。戦闘です。